ヒッチハイク中ですか。なあ、ところでケイタ、この町に来てから何か変な音とか聞いたりしてないかい？ん？変な音？聞いたことないけど、どうかしたの？最近この町ではね、大きなガラガラ音の噂があって。大きなガラガラ音？ああ、どこからともなく、ガラガラガラって不気味な音が。うお、これ、なに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 ？タイミング良すぎやろ。ウィスパー。今の音聞いただろ？これが大きなガラガラ音だよ。今俺たちの間ではこの話題で持ちきりなんだ。何の音やろ。もしかしてこれって妖怪の仕業かも。ですが、ちょっと手がかりが少なすぎますね。何かヒントになるような情報とか見つかるといいんですけど。お、また来た。マルダ、今の話聞いた？ああ、実に興味深いね。もしかしたら UFO と関係があるのかも。行きましょう。大きなガラガラ音について、私たちも調べてみましょう。ああ、では早速、僕の大好きなこのヌーで情報収集を。ふふ。マルダ、そんな怪しげな雑誌なんか見てないで、さっさと調査へ行くわよ。まあほら、百聞は一見にしかずやけん。怒っとるやん。ストーリーリンク発動。どうした？ウィスパー、どうしたの？じーっと妖怪パトルにらめっこなんかしちゃって。ケイタくん、これを見てください。何これ？ふん、知る人ぞ知る伝説の雑誌、その名も不思議マガジンヌーデウィス。ヌー？にゃーんか怪しそうな雑誌にゃんね。どこが怪しいんですか？どこが？全体的にだよ。ヌーはあまり世の中に出回っていない、とーってもレアな雑誌なんですよ。特に過去に発行された号、つまりバックナンバー、超お宝で。マジか、もらったよ。いやー、それにしてもついてます。まさか幻と言われた昔の記事を読めるとは。この記事をブログにアップしてくれた日本の妖怪に感謝しないとですね。マジで。ウサピョンってこと？それでそのヌーがどうかしたの？ふんふんふん、いい質問ですね、ケイタくん。なんと、このセントピーナッツパウがヌーで特集されているんですよ。なんでにゃん？それが、どうやらこのセントピーナッツバーグという町は、様々なミステリー現象が起こることで、その筋の人には有名らしいです。そうなんだ。ヌーの情報によると、このセントピーナッツバーグには、謎の巨人が歩き回るというミステリーがあるみたいです。巨人？本当にそんな奴がこの町に？もしかしたらこちらで噂になっている大きなガラガラ音と何か関係が。謎が謎を呼ぶこの感じ、なんだか面白くなってきましたね。まずは巨人につながりそうな手がかりを街で探してみましょう。謎の巨人現る発生、クエストメニューを確認しよう。このクエストをこのままナビします。街の中では様々な未解明のミステリーが噂になっています。このミステリーを解き明かすのがミステリークエストです。ミステリークエストでは手がかりを集めることが重要です。手がかりはミステリーの証拠品や目撃者の証言などいろいろあります。すべての手がかりを探してミステリーを解決へ導きましょう。謎の巨人の手がかりを集めよう。お、なんか矢印いっぱいあるんですけど。手がかりがいっぱいあるってことだね。散らばりまくっとるやん。じゃ、とりあえず、あ、人んちの庭だな、これ。とりあえず、あっこの。おお、危ねえ。信号もないのに。どうしたの、どうしたの、何これ。すげえ、もう見つけちまった。こいつは大ニュースだぞ。どうしたんですか？おお、こいつを見てみろよ。巨大な歯車だろ。でかっ。くんくん、あの歯車、にゃーんかオイル臭いにゃんね。確かに匂いますね。ですが、なぜこんなところに歯車が？タイヤかと思った。違うんや。きっと巨人のやつが落としていったんだ。早く他のみんなにも教えてやんねえとな。巨人が落としていったって、
本当なんでしょうかね。謎の巨人現る。手がかり、大きな歯車を掴んだ。あ、確かに歯車やね。そういう風に見たら。どういう風かはわからんけど。じゃあ次左側行ってみようか。ああいう感じで手がかりが落っこちとるわけやね。マップだけを見て移動しよったらなんか、ちょいちょい行き止まりに詰まるんよね。危ない危ない。んで？なんだ、どこまで行くんだ？てかもう結構夕方なんですけど。こっちの方か。この辺の通り綺麗やね。まだこっちの方か？遠いな。だいぶ遠いな。お、そこか。何あの建物？倉庫？お、いたいた。お、うわ、あ、あの人やん。どうしたんですか？って、うわ、でっかい鉄板。これはもしかしたら、ゲートから出てきた物体かもしれない。ゲート？ケイタくん、この人どこかで。ダイモン教授？どうして USA に？ほら、やっぱり、そういえば USA に向かうって言ったね。おお、繋がった。あら、奇遇ね。私は気まぐれゲートの研究でこっちに来てるの。ここら辺にあるみたいなんだけど、なかなか見つからないんだ。でもよかった。あなたはまた手伝ってくれるよね。それじゃあ頼んだよ。ゴーゴーゴー。相変わらず強引にゃんね。私たちは今、とーっても忙しいんです。あら？そうなの？じゃあ私はもうちょっとここを調査してみようかな。ケイタくん、とにかく今は巨人の手がかり集めに集中しましょう。そうだね。これは手がかりではなかったの？お、謎の巨人現る。大きな鉄板を掴んだ。一応手がかりにはなったんか。んで、あともう一個。あっちの方に。あれも遠いな。ほら、この通り、こういう感じの場所好きや、私。いいよね。多分、こういう、レンガっぽい、赤っぽい、この、なんていう、敷石が好きなんやろうね、私。あ、あっこや。お店の前。待って、ここは、信号がちゃんとあるね。渡っていこう。違うよ。よし。はい、赤、赤じゃないわ。青。赤いかんやん。この子か。すごーい。タイヤ？どうしたの？お兄ちゃん見てよ。こんなところに大きいタイヤが。どうして？その子が話してくれるまで見えんかったん？これはきっと巨人がやったんだよ。早く大人たちに教えてあげなきゃ。くんくんくん。このタイヤ、やけにオイル臭いですね。歯車もそうやったよね。もしかしたらこの匂い、例の巨人と何か関係が？どういう関係？謎の巨人現る。手がかり、大きなタイヤを掴んだ。一応三つ手がかり集めたよ。巨大な歯車に巨大なタイヤ、そして巨大な鉄板。巨人の手がかりになりそうなものは大体見て回りましたが、どれもでっかいガラクタばっかりだったよね。あと、やけにオイルの匂いがプンプンしたにゃん。ですが、本当にあんなものが巨人に関係しているんでしょうか。おー、いけた。はい。こんなところで何してるの？お、レッキー、ショーン、実は。てか、いつの間に別れたんだ？家の前で遊びよったよね。え？あの大きなガラガラ音は巨人の仕業？で、その巨人の落とし物が巨大なガラクタ？そうだと思うんだけど。それにしてもケータ、何なのこの匂いは。え、もしかしてオイル臭い？ガラクタの匂いが移っちゃったかな。プンプン匂うぞ。まるでスクラップヤードの近くみたいに。あ、もしかしてそのガラクタ、もともとはスクラップヤードにあったゴミなんじゃないか。スクラップヤードって？スクラップヤードはこの町の西の外れにあるゴミ処理場で、ゴミ処理場っていうか、とんでもなく大きなゴミ置き場だよ。古い車とかコンテナが積み木みたいにずらーっといっぱい置かれてるんだ。よーし。
じゃあ、あのガラクタが巨人の落とし物だったとしたら、巨人はスクラップヤードからやってきたのかもしれないね。早速スクラップヤードへ行って確かめてみようぜ。おお。ん？あれ？あそこに誰かいるよ。リス？お？こんなところで何してるんでしょう。え、コマさんたちじゃないのあれ？ねえ、だよね。あれ？違う？微妙に違う？ KK ブラザーズ。え、ニューヨークって書いてある。ヘイズラ。ズラって言ってるし。え、ヒッチハイク中ですか？かわいい。見えてないだろ。ダメズラ。ケージーロ。諦めたらそこでゲームオーバーズラ。なんかすごく見たことのある2匹のような。兄ちゃん。そうズラね。ほら、諦めないズラ。ほら、声もそうじゃないか。ほら、また来たズラよ。うわ、何あれ。ヘイズラ。KK ブラザーズ。確実にコマさんとコマジローだろ。微妙に顔違うけど。やっぱりダメズラ。おかしいズラ。なんで止まってくれないズラ？見えないからだよ。こっちを見ている。あそこの人、助けてくれそうな顔してるズラ。顔でわかるズラ？さすが兄ちゃんズラ。キャラまで、キャラまで一緒や。ああいうタイプの人には視線で訴えるズラよ。なるほどズラ。来た来た来た。ズラ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 。助けてズラ。伝われズラ。なんか見られてない？ええ、熱い視線をビシビシと感じますね。近づいてくるし。視線どころじゃないんだけど。お困りのようですし、一応声をかけてみます？そうだね。スクラップヤードに行ってみようってなっとるけど、まあ一応。思いが伝わったすら。放ってはいけんよね。あれ？コマさんとコマジロ？ USA にいるなんて。よね、やっぱそうにしか見えんよね。よく見てください。どうやら別人のようでです。ほら、K コマ。ほら、KG ロ。二人合わせて KK ブラザーズだずら。よろずら。俺はケータ。よろしくね。で、何があったの？オラたち、都会を目指してヒッチハイクの旅をしてるずら。ヒッチハイクって？ヒッチハイクというのは、道行く誰かの車に乗せてもらって、目的地に向かうことでウィス。あ、ヒッチハイクを知らんのね、ケイタくんは。それずら。でも困ったことに、誰も泊まってくれないずら。これじゃあどこにも行けないずら。助けてほしいずら。お、USA 横断、KK ブラザーズの旅。大都会を目指す双子の妖怪、KK ブラザーズは困り顔。ヒッチハイクの手助けをして、二人の旅を無事に成功させよう。このクエストを、受けます。なんでだろう。みんな、ちらりとも見てくれないズラ。オラたちそんなに存在感ないズラ？そんなことないズラ。兄ちゃんは門芸目指すズラ。存在感？はっ、ケータくん、これって妖怪に仕業かもしれません。え、妖怪だから見えないんじゃないの？違うの？え？あたりをサーチしてみましょう。USA 横断、KK ブラザーズの旅発生。クエストメニューを確認しよう。このクエストをこのままナビします。サーチ。ということはこの辺にジミーが。どこだよ、いねえし。え、いないよ。これか？え、いないよ。お、ここか。来た、ジミー。マジか、USA にもジミー。妖怪を見つけた。妖怪だから見えないわけじゃなかったのか。あ、こんな地味なのに見つかっちゃいました。僕と戦うんですか？戦うよ。ごめんね。この妖怪はジミーデウィス。取り付いた妖怪をものすごく地味にしちゃう妖怪デウィス。妖怪に取り付くの？
そうか、ジミーが取り付いてたから車に気づいてもらえなかったんだね。それ、あ、そんなに注目しないで、僕のことは気にしなくていいから。控えめだな。いや、そんなこと言っても KK ブラザーズが困ってるし、取り付くのをやめてくれないならバトルで追い払ってやる。ジミー逃げてージミーが現れた。よーし、それじゃあ早速必殺技つなげろー。ただひたすら、あーダメだ、ちょ待って、つながらない、いけた。そしてはい、おっしゃ、チャージ完了。ジミーサボってねはい、いけい、ペラペラメラメラ。ミス、なんかさ、派手な技でミスってめっちゃ恥ずかしいよねおーし、叩けい、叩け叩け叩け、叩けてる。あー違う、おっしゃ、チャージ完了。いけい、百裂肉球、にゃ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 。どうよ、なんだ結構強いなね。つなげろー、ハーモニーの技を。おっ、おっしゃ、やっつけた、勝利。ハーモニーだけちょっと見せ場がなかったけどごめんねおう、これで地味さがなくなったはず。ありがとうズラー。兄ちゃん、さっきよりもっと輝いてるズラー。ケイジロウもズラー。いや、地味さがなくなっただけで輝いてるわけでは言ってやるな。これできっと車が止まってくれるズラー。ズラ、やってみるズラー。あれかな、人間に見えるように変形っていうか変身してるってことかな。早速止まったやん。またどこかで会うズラ。え、これでクエスト完了かい、もしや。嵐が去っていった。KK ブラザーズたち、無事に目的地に着けるといいけど。なんか心配でウィス。KK ブラザーズを見かけたら声をかけよう。え、マジか。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。